このグツグツ感がいいですね。はい、どうもありがとうございます。ということでですね、今日はね、ゲストの方が来ていただいております。そのゲストの方っていうのはね、 LINE ライブっていうですねアプリの方がありまして、信じられないことにですね、僕のチャンネルに出演っていうのをかけてですね、争奪戦をしていただいた、見事ですねその中で勝ち抜いた方がいらっしゃいまして、僕からしてみると本当にこのチャンネルで争奪してよかったのかっていう感じがすごい強いんですけども、毎回見ていただいている方っていうこともですね、非常に僕はありがたいと思ってるんですけども、ゲストの方をお呼びさせていただきたいと思います。島田結衣さんです。こんにちは。こちらよろしくお願いします。島田結衣です。島田さん、よろしくお願いします。このチャンネルって良かったですか？大丈夫ですか？あ、はい、ちょっと私自身本当にリュウジさんは実際どれぐらいやってるのかとかいうのもすっごい気になってて。本当ですか？ちょっとあれはもしかしたらちょっと演技入ってるんじゃないかなとか思いつつそんな感じで僕も楽しみながら、演技さんも楽しみながら、今回は僕のチャンネルって皆さんが作れる簡単なレシピを紹介するっていうレシピチャンネルになってるんで、今回はですね、わざわざどちらから？兵庫県から来ました。兵庫県から千葉県まで来ました、このチャンネルに出るために。島田結衣さんにですね、僕のバズレシピを一から全部作ってもらってもらいたいと思います。果たしてバズレシピは本当に初心者でも最初から作れるのか、そしてリュウジは本当にお酒を飲んで酔っ払ってやってるのかどうか、その2つを結衣さんに検証していただきたいと思いまして、じゃあ今回はですね、鮭の豆乳グラタン。やっぱりね、グラタン皆さん好きでしょ。グラタン今回はホワイトソースを使わない豆乳で作る簡単なグラタンを島田結衣さんに作っていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずですね、今回結衣さんにね教えさせていただくんですけど、テンション上げていきたいなと。僕はもうテンション上がってるんですよ。結衣さんはお酒は飲め、お酒結構飲んだりすることもあります。飲んだりすることもあります、はい、僕のチャンネルっていうのはこう飲みながら楽しく料理をするチャンネルなんですけども、はい、今日は僕スタイルでやります、それとも結衣スタイルでやります？いや、僕スタイルがある。僕スタイルで、じゃあということで、結衣さんの好きなお酒ね、梅酒を用意しました、ね、ありがとうございます。結衣、はい、さんを至高にしていこうと思います。入れすぎじゃない？大丈夫？大丈夫ですか？ソーダでちょっと割りますか？ソーダでちょっと割りましょう。あの、そんな、まあ、無理しないで大丈夫ですか、ね、はい、僕ちょっと頭おかしいの合わせる必要ないんで、はい、ということで、結衣さん、バズレシピチャンネルようこそ。ありがとうございます。お願いします。乾杯。美味しいですか？美味しい。テンション上がりますね。テンション上がりますか？あ、じゃあテンション上げていきましょう。はい、徐々に、はい、はい、それではね、材料説明いっていきたいと思います。甘塩酒、これ生酒でも大丈夫なんですけども、生酒の場合はそこそこ塩振ってください。生塩酒が 150g、 今回170あります。まあ鮭は少し多くても大丈夫です。そしてこちらの豆乳ですね、今回はルーを使わず豆乳で作ります。そしてほうれん草、一袋だいたい 200g あるんで、 200g のほうれん草。今回はね、お野菜もお魚も取れる超健康レシピ。そしてチーズです。 40g から 50g、 これぐらい用意してください。ちょっと足りなかったら足します。ほうれん草ですね、野菜から切っていくのが定石なので一回洗いたいんです、はい、これをほうれん草、ここにね土がいっぱいついてるんで、あの根元、うん、根元揃えてもらって、で、はい、ここ切ってもらっていいですか？はい、そうですね、はい、そうするとこのつながった部分にすごく土がついてるんですね、うんうん、ほうれん草って実はシュウ酸っていう成分がありまして、シュウ酸、はい、はい、それはえぐみの原因になるんですけども、はい、切って水につけとくとそのシュウ酸が流れてえぐみが少なくなる。ほうれん草切っていきます。ほんとざく切りなんですけども、3センチ幅ぐらいに切ってもらっていいですか？はい、わかりました。これって3センチですか？あ、3センチです。3センチじゃなかったとしても3センチでいいです。あ、もう3センチってことにしていいですか？はい、葉っぱの部分ももう3センチでいいですか？そうですね、はい、あの、まあ3センチでも4センチでも味変わらないので大丈夫です。あ、そうですね、はい、で、この状態でもしシュウ酸が気になる方は、えぐみとか、栄養素とか気になる方は、うん、このまま水につけてちょっと抜くといいですね、シュウ酸をね。
今度は鮭ですね。鮭大好きな鮭。じゃあもう今回のアマチュアサーモンはね、うん、あのここにちょっと骨がついてるんですね。はい、これはグラタンにすると、もう歯に当たってしまうんで、うん、この骨の部分を抜きたい。はい、どうやって抜くんですか。はい、ここに、一番大きい中骨があるんで、ここ、うん、ここを切っていきます、うん、はい。で、その付随するようにここにもね、骨があるんですよね、うんうん、こう真ん中に骨って通ってるんですね、うん、これを、切っていきます、うん、で、ここに小骨がいっぱい、ここは取ります。はい、で、あとここにもね、腹の骨なんですね、腹骨があるんですね、ここを切っていきます、うん、そしたら、これを全部見、そんな感じでやってみます。はい、いけるかな。めちゃめちゃ怖い、包丁慣れてない感が。いや、でも大丈夫ですよ、全然。うん、全然大丈夫。こう、そう、分かってるじゃないですか。その手で、骨を当たるんですよね、うんうん、はい。で、鮭はね、ちょっと形が崩れても全然大丈夫、うんうん、バッチリです。 OK ですか。バッチリです。はい、そうしましたらですね、骨の部分は、抜けましたんで、はい、まあ、ここはね、あのちょっとこうほじくってこの身を食べてもいいし、はい、あらかた食べれるところは残して、この鮭、うん、これをね、あのぶつ切りにしていきます。ぶつ切り、はい、これも皮がついたまま。皮ついたままでいいですよ。これ鮭はね、皮も美味しい。そうですね、それぐらいで大丈夫です、はい、ちょっと大きめでも炒めてる間に少しあの崩れていっちゃいますので、うん、それで大丈夫です、うん、このぐらいで最初です。完璧ですね。 OK ですか。バッチリです、はい、これは美味しいグラタンになります。美味しいグラタンになりました。美味しいグラタンになります。まあもう本当に大ぶりで、はい、切っちゃって大丈夫です、はい、大ぶりでこれぐらいですか、うん、これぐらいで大丈夫です、はい、はい。そしたらひとまとめにしておきましょう。はい、そうしましたらですね、ここに小麦粉大さじ1ね、ここにこうやってこうちょっと広げてまぶす感じに振っていきます。はい、まぶ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 、はい、まぶまぶしてください、はいはい、これをまぶすことによってどういうことになるんですか。これをまぶすことによって鮭がこう柔らかく仕上がって、うんうんうん、小麦粉をまぶすこと。へえ。その後にこの小麦粉がソースに溶け出してとろみが発生します、うんうん、はい、なので、全体的にまぶすっていうところになりますね。わ、はい、かりました。ちょっと料理研究家が多くなりましたね。いい感じになりましたね。ここからは、切るものはもう終わりました、うん、はい、なのでフライパンを用意しましょう。はい、今回ここから焼きの工程、炒めの工程に行きます、はい。まあ、テフロンを効いたフライパン、ちょっと大きめのフライパン、はい、僕の大好きなバターですね。バターね、大体 15g、 はい、いただきます。はい、はい、いただきます。お、もう中火ぐらい、はい、大丈夫ですね。バターが溶けるまで、はい、はい、バターシュワシュワ溶かしてみましょう。はい、いい感じになってますね、はい、鮭がね、鮭があのちょっとこう表面がパリッとしてくるんですね、うんうん、で、その後にほうれん草、めっちゃいい音になります、ね、いいですね。なんかで、ほうれん草はね、結構ね、クタクタに炒めてしまったり、はいはい、もうほうれん草がね、この鮮やかな緑色になったらもう、はい、豆乳を、これじゃね、豆乳、はい、250cc を用意させていただきます。はい、この豆乳を入れますよ。そうですね、豆乳を投入するんですね。投入するんですね。はい、はいはいはい、じゃあそしてですね、ここに味付けをしていきます。はい、はい、コンソメ小さじ1杯を入れていただいて、はい、はいはい、で黒胡椒を思ってる3杯入れてもらいます。はい、あのリュウジさんよく言われる思ってる3杯です。そうですね、思って3杯入れてください。はい、止めてくださいね、うん、これぐらいです。あ、これぐらいだけ、はい、ちょっとね、ちょっと火強めましょう。はい、はい、今回はあの小麦粉少し入ってるんですけども、ほぼほぼ豆乳のとろみで、うんうん、グラタンを作るっていうような料理ですので、はい、ちょっとね、沸かしていきます。はい、とろみがつくまで混ぜながら煮ていきます。これ結構グツグツしてるんですけど大丈夫ですか。大丈夫。豆乳っていうのは火を加えれば加えるほど水分が飛ぶほどとろみがついてくるんですね、うんうん、なので僕はホワイトソースの代わりに豆乳を煮詰めてホワイトソースしたりするんです。うん、でそれが何がいいかっていうと、あの小麦粉が少なくて済むので、うん、すごくね、あのヘルシーなんですね。糖質が少なくできるんです。はい、はい、めちゃめちゃいいですね。サラッとした豆乳を入れてるんですけど、はい、
だん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 こうとろみがついてくる。はい、ついてきました。いや、すごいいい感じです。これはあ、これはね、ホワイトソースとあのほろっと崩れた鮭っていうのがすごく美味しい、うん、レシピなんですね、うん、はい。この鮭とバターと豆乳の香りを嗅ぎながら混ぜていきます、うん、あ、これ別に全然真似してない。あ、真似しないですか。真似してない。もう一回教えてもらっていいですか、はい、今のこの塩酒とほうれん草と、はい、ほうれん草、バターと豆乳の香りを嗅ぎながら、はい、このコントラストで飲んでいきます。やるんかい。やるんかい。やっちゃいました。やるんかい。こうしてみると結構とろみがついてるの分かりますか、うん、これは、はい、この豆乳のとろみと、うん、この鮭にまぶしたさっきの小麦粉のとろみなんです、うん、これぐらいのとろみになったら、うん、もう OK。 火止めちゃって、はい、で今度は耐熱皿を用意しましょう。はい、はい、それではですね、これすっごいいいとろみですよ。とろみです。ほぼホワイトソース、うん、でこれを耐熱皿用意しますので、はい、したのでここに流し入れてもらいますか。はい、流し入れます。はい、量的にすごくちょうどいいですね。いいぐらいの量です。こうちょっと平らにならしていただいて、これはうまいな。チーズ、チーズ、まあ、今回ね 40g ちょっとあるんですけども、はい、表面にパラパラっとこうかけていただいていいですか、はい、こんな感じで表面が、うん、あの隠れるぐらいのチーズをかけます、うん、はい、はい、うちね、あのオーブントースターがありますので今回オーブントースターに入れちゃおうかなと思います、はいはい。じゃあここにちょっと入れてもらっていいですか、はい、これをもうそのままです。中に火は通ってあったかくなってるので、うん、上に焼き目がつけばいいので、うん、今回250度にしましょう。でここで大体ね10分いくかいかないかぐらい、上のチーズが焦げ目がつけばとっても美味しくなります。わかりました、はい、うわおいしそうですか。これグツグツ感がいいですね。でちょっと彩りにここで、うん、パセリ飲むんですか。そうですね、少ないですか。うん、ちょっとここら辺にもいいですか、うん、あ、ま、いいですね。 OK です、はい、ゆいちゃんが一から作ってきました。こちら鮭とほうれん草の豆乳のグラタンができました。できました。それではめちゃめちゃ美味しそうな鮭とほうれん草の豆乳グラタン、ゆいさんが作ってくれました。ではですね、これを今から食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。あ、すみません、そこまで合わせていただいてありがとうございますまあちょっとこれからも食べるのでお酒も合わせていきましょう。はい、それではですね、ゆいさん自分で作った鮭とほうれん草の豆乳グラタン、はい、ぜひ召し上がってみて。はい、これうまそうだね。豆乳がかなり、これ本当にソース使ってないように見えないですよね。そう、じゃあぜひ召し上がってみてください。はい、いただきます、はい、もうこれは勝ちですね。勝ちですね。勝ち確定しました。でもそんな言うほどかなと。はい、あ、これはうまいわ。もうめちゃくちゃ美味しい。これはうまいわ。すいません、本当に。鮭とほうれん草すごい相性がいいんですね、うんうんうん、ほうれん草って青臭さもあるんですけども、はい、鮭っていうのが魚臭さもあるんですけども、うん、これをですね、豆乳のまろやかさとチーズの香りがね包んでくれてるっていうのが、じゃあ僕ちょっとあの僕味変カンフージェネレーションしていいですか。はい、味変。辛いのって大丈夫。めちゃくちゃ好きです。あ、本当ですか。ちょっとクリーミーなものには僕はタバスコ合わせるのが定説なので、うん、はい、ほんと2、3滴振っていただいて、はい、これでちょっと召し上がって。はい、いただきます。味変、味変カンフージェネレーション、味変カンフージェネレーション。はい、めっちゃ合いますね。これタバスコ合いますよね。なんかあの本当に豆乳とチーズの優しさと痺れる辛さがマッチング。痺れる辛さマッチング。素晴らしい食レポ。ありがとう。僕もちょっといただきます。グラタンで酒飲むってなかなかないと思うんですよね。このグラタンはね、飲めちゃう。
このグラタンに関してはほうれん草鮭だけなんで、実はね意外とヘルシーなんですね、糖質がものすごく少ない。なのでですね、これはねつまみに実はもってこいなんですよね。これね、すいません、ゆいさんを置いてけぼりにして僕はめちゃめちゃ楽しんでしまって、私もいただきます。ダイエット中の方でもめちゃくちゃいいですよね。ゆいさんでもそういうの気にするされる方ですか？めちゃくちゃもうめっちゃまん丸で、太りすぎててどうしようもないぐらい行ってしまったことがあって。あ、そうなんですね。その間も毎日朝昼晩自分で作って、まあ私運動がもともとめちゃくちゃ好きなんで運動してたら、まあ痩せました。あ、他にご趣味とかはないですか？そうですね、あとクラリネットを学生時代にすごくやってて、はい、いや僕音楽大好きなんで、今日はまさか持ってきていただいたりしてないですよね？持ってきてあります。え、持ってきて、俺ちょっと聞いてみたいっていうのありですか？そんないいものを聞かせるかわかんないけど。いや、このチャンネルで初めて音楽が鳴るっていう、ちょっとじゃあやってみてもらっていいですか？あ、わかりました、はい、すごい。ここは何ですか？これ全部押さえるとこで。え、ここも押さえたりするんですか？全部。え、すっごい。あの一曲吹いていただけるみたいなので失礼します。はい、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。もうめっちゃコラボっすね、これね。じゃあ今日はですね、LINE LIVEで勝ち残った、島津さんに来ていただきました。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。ゆいさん作ったこの鮭グラタン、めっちゃ美味しかったです。本当にありがとうございます。ということで、僕は、この鮭グラタンの残りで、ギョブギョブ飲みたいと思いますので、一つだけ一緒にやってもらいたいことがあるんですけど、はい、いいですか、はい、私ちょっといつも自分のポーズっていうのがあって、おつゆいって言ってこういうのいつもやってたんですけ ど、 なるほど、一緒におつゆいってもらっていいですか？わかりました。じゃあ、一斉のせいで、はい、一斉のせいでおつゆい。そのクラリネットって、その僕生で聞いたことないんですよ、実は。あ、そうなんですか。あ、生、僕あの実は僕あの昔バイオリン習ってたんですけど。そうなんですか？ほんと誰も言ってないんですよ、僕。これ初公開の初公開、はい、あのバイオリン、あの、いやでも本当に5歳とか6歳とかなんですけども、はい。